はい、皆様おはようございます。バナナも大好き、バナナンボーです。関東の小さなお庭で無肥料無農薬でお野菜を作ったり、熱帯植物を育てたり、近場で野草を取ってきて食べたり研究したりというような植物との触れ合いをお伝えしていく、そんな動画でございます。いや、関東もですね、だいぶ朝晩涼しくなったんですけども、日中がですね、まだ25度超える日が多いんですね。もう10月、今日は10月1日なんですけども、今日も予報がですね、28度、29度とですね、非常に高い気温でまだ続いている感じでございます。彼岸花ですね、もう咲いてる時期なんですけどもね。で、今日の作業はですね、畑最後にですね、ヒエを収穫しまして、畑を全部広くしてですね、ようやくこれから秋冬野菜の本格的な植え付けをしようと思ってるんですけども、まだ日中暑いので、また今日もですね、何回かに分けて作業をしていきたいと思うんですけども、明日もですね、日中28度ぐらいの予想なんですね。28度、29度。なのでとりあえずですね、ある程度大きくなった苗は今日の午後、夕方ぐらいにですね、植え付けて、とりあえず、植え付け初日のですね、日中の非常に暑い暑さだけは逃れてもらってですね、少しでも暑さのリスクを回避してやっていきたいと思っております。今日もよろしくお願いいたします。はい、午後の3時になりましたね。ようやくですね、日陰ができてきまして、ついさっきまでですね、29度というです、非常に暑い日でしたね。なので、夕方にですね、これらの鉢をですね、定植したいと思うんですね。まず畑にですね、このように鉢を置きまして、この後ですね、どこに置くかということで、ポットをですね、適当な場所にちょっと置いてみてから植え付けをしていきたいと思います。はい、朝散歩してます。今日もですね、朝は涼しいんですけど、日中29度から30度というですね、非常に暑い日なんですね。で、金木犀がとても綺麗ですね。はい、こちらにあるのがですね、うちの庭の外から取ったものなんですけど、これムクナマメなんですね。非常にですね、大きくなってわさわさとなってるんですけども、そろそろ花が咲くとは思うんですけどもね、全然花が咲く様子が全くないですね。もう少し様子を見ていきたいと思います。はい、日曜日の朝8時になりました。昨日は夕方ですね、4時に、実際のですね、露地定食の準備をして、5時ぐらいにですね、定食をした関係で、今日ですね、日を改めましてまた報告したいと思うんですね。で、まず、苗の様子ですね。早速ですね、カツオナですね、今までセルトレイに入れてたものをこのようにですね、鉢上げしました。で、今日ですね、29度というすごい高温になるので、ちょっと日陰で今日は過ごしたいと思います。それからトロッピレッドですね、だいぶ大きくなってきましたね。葉もそれぞれだいぶ赤くなってきた感じです。もう少し経ったらですね、露地定食をしようと思うんですけども、来週か再来週でしょうかね。はい、これからまた見守っていきたいと思います。はい、それから露地にですね、たくさん定食をしました。まずこれがですね、玉レタスになるサリナスですね。もうだいぶ大きくなってきましたので定食をしました。それからこっちがわさびリーフですね。はい、それからビタミンガもこういう感じで植えてみました。これでですね、結構畑が広くなりましたので、このまま継続していきたいと思います。ただ今日これからですね、30度近く上がるので、昨日の夕方定食したばっかりなので、多分これからですね、12時過ぎになってくると暑さで弱ってくると思うので、この後ここにですね、遮光ネットをかけて数日ちょっとこれで過ごしてもらおうかなと思っております。はい、こちらは白菜と、それからシンプソンというですね、ハレタスですね。で、ハレタスもだいぶ大きくなってきましたね。で、茎がちょっとやっぱり伸びてきましたので、ひょろひょろになってきましたっていうことと、それからやっぱりある程度暑いと土が乾燥しますので、こちらにですね、草マルチをしました。草マルチをして、ひょろひょろのところをですね、ちょっと固定する感じで、ちょっと風にもこれで少し抵抗がつくかなと思うんですけどもね、少しずつ伸びている感じですね。白菜はですね、結構食われた状態でなんとか頑張ってほしいところですけどね。はい、
晴れてさ、いい感じで伸びてますね。はい、それからローゼルですね。また新しい花が咲いてますね。それから咲き終わったものが結構ぷくっと膨れてきましたね。これそろそろあのお茶として取るためにはもうそろそろ収穫時期ですね。なので、ちょっとこれを2つはですね、種取り用に残しておきまして、この後から出てきているこういうものですね、これをお茶用にですね、まあ、ハーブティー用に、まあ、この後来週以降収穫しようかなと思っております。それからオクラですね。オクラもですね、まあまあ実ができましたけども、ただですね、一株一房なんですよね。こういう感じで先っぽに1個それぞれ、まあ、ついていますけども、まあ、この地初めて植えたということもありまして、まだ土の中の、まあ、菌種類がですね、このオクラに共生できるものが少ないのかもしれませんね。まあ、とりあえず今回は全てこれ種取りにしまして、種取り用にしまして、まあ、来年ここでまた同じものを植えようと思うんですけども、まあ、これ角オクラっていう品種でして、来年はですね、この種を取ったものと、あと島オクラとか白オクラっていうんですかね、まあ、結構大きくなっても柔らかめの実ができるものなんですけど、まあ、こちらもまあちょっと考えながらですね、同じ地に植えていきたいと思います。はい、それから鉢で育てている大根ですけども、まあ、先週1週間でですね、モンシロチョウの幼虫でもうめちゃくちゃ食べられちゃいましたね。骨しか残ってないという感じですけども、まあ、これはこれでいいかと思うんですよね。この後またど根性で葉が出てくると思いますので、またこれはこれで見守っていきたいと思います。まあ、自然農法でやってますので、無肥料無農薬っていうところですから、まあ、こういうことはまああり得るんですけどもね。ただ大根はこれで枯れてしまうというような貧弱なものではないので、これからまた見ていきたいと思います。はい、こちらは蜜菜ですね。紅胞子という茎の元が紫になる品種ですけども、プランターで育てた苗を木の投資定植しました。まだ苗が小さくてですね、まだ根付いていない状況なので、まあ、先ほどもお話しした通り、今日29度、30度近くになりますので、この後ですね、遮光ネットをかけて保護しようと思います。それからこちらが、コブタカナですね。はい、また植えました。というところで、これはですね、冬越して、収穫を期待してますので、ちょっと奥の方に行ってみました。こちらはですね、まあ、夏までは、まあ、3時過ぎると影になるんですけども、冬になってくると今度ここは日が当たってくる場所ですので、まあ、ここで、年を越したいと思います。それとニンニクですね。ニンニク先週植えたんですけども、早速芽が出てきましたね。これとかこれですね。それから根が一生懸命下に掘っていくんですけど、せり上がっちゃったものもありますね。これとかこれですね。ちょっとせり上がってきちゃいましたね。まあ、このままちょっと見守っていきたいと思いますね。はい、それからこちらがですね、今までご紹介してなかったんですけども、こちらが秋ウコンですね。それからこちらがクズウコンっていう、でんぷん取る目的のウコンなんですけど、このクズウコンですね、結構レンチンして食べると美味しいんですよね。なのでこれはこれでちょっと栽培をしていきたいと思うんですね。で、今までこれはですね、畑が野菜中心だったので、今までバナナのですね、まあ、こちらの陰にずっと置いといたんですけども、まあ、だんだん畑が片付いてきましたので、最後ですね、秋口最後の日光浴というところで光合成いっぱいしてもらって、下の根茎ですね、どのぐらい収穫できるかっていうのを、これから、冬に近くなったところで収穫して見てみたいと思います。はい、それからキャベツですね。キャベツもですね、結構食われましたね。まあ、こういうふうに食われたもの、それから残ってるものですね、まあ、様々ですね。こちらのキャベツもまあまあ少し食べられてますかね。まあ、こういう、まあ、状況はしょうがないと思うんですね。それからこちら去年の秋に植えたキャベツですね。まあ、結球しそうでなかなか結球しないという感じですけども、まあ、このキャベツもですね、同じ種袋から育てたものなんですね。で、こちらの種は1年後のに植えた種からなんですけども、この大きいものもですね、結局こういうふうにかじられた経験を、まあ、経過してここまで来てるんですよね。
なので、まあ、今回まあいくつかこういうふうに植えてますけども、まあ、この中からですね、多分全てが全て最後までいくとは思ってないんですけども、まあ、市販の種からこちらは今植えている台ですから、まあ、虫にある程度食われながらも頑張って生き残ったものっていうのをですね、これから自然農法の種として、無肥料無農薬でできた種としてですね、活用していきたいと思いますね。なんでこの2つの株はですね、まあ、結球してほしいんですけども、早く種が欲しいんですよね、まあ、結構ですね、虫に食われてここまで頑張ってきた、個体ですから、まあ、ここからできた種で、まあ、増やしていくと、まあ、もしかしたらですね、ある程度虫にも強く、無肥料無農薬の土からでもですね、貪欲に根を張って栄養を取る、そういう野菜なんじゃないかなと期待しております。まあ、同じようにこちらもですね、まあ、来年の春どこまで頑張れるかっていうのはあるんですけど、ありますけども、まあ、期待をしていきたいと思います。はい、このようにですね、遮光ネットをかけました。はい、こういう風にしてですね、今日30度近くまでまた上昇しますのでね、いくら昨日の夕方に苗を植え付けたといってもまだ根が完全に定着していませんので、この暑さで枯れてしまわないようにですね、保護をしたいと思います。でこれもまた夕方になったら外して朝になったらかけるということを 2,3 日ちょっと繰り返してですね、環境に慣れてもらおうと思うんですね。で、2,3 日後に、まあ、予報では曇りが多くなってきますので、まあ、そうなったら、まあ、遮光ネットは常時外して、外の環境に、慣れてもらうということで、苗が大きくなってもらおうかなと思っております。はい、今日はですね、2日間にわたりましたけども、10月に入ってですね、30度近いというですね、最高気温がまだ続いているというところで、まあそうは言ってもですね、秋の苗を植え付けていかなきゃいけないという中で、ちょっとまあ工夫をして作業しましたということをお伝えいたしました。また来週からまた秋冬野菜の管理等々をお伝えしていきたいと思っております。今日はこれで失礼いたします。